タマウサの世界の旅インチリぴょんぴょん。飛んでいたアサギのタマウサが今日は特別な旅に出るよ。遠い遠い南の国チリに行くんだって。不思議なものや新しいお友達に会えるかな。さあタマウサと一緒にチリを探検しよう。タマウサはまずチリの長い海岸線をずんずんと歩いてみるよ。綺麗な海が広がっていて寒いけれど県人が遊んでいるんだ。次にタマウサはアレーナで流行っているサッカーを見て、ゴールって大きな声が聞こえてきたよ。そしてタマウサはとっても長い山々アンデス山脈にもチャレンジ。登る途中で山にあったりカラフルな服を着た子供たちに手を振ったりしたんだよ。でも一番ワクワクしたのはイースター島だったね。イースター島ではタマウサは大きな顔の石像モアイを見たんだ。なんだかタマウサと同じようにじっと遠くを見ているようだったね。モアイは古いお話をたくさん知ってそうだよ。タマウサはモアイの前で思わずお辞儀をしちゃった。タマウサはチリでたくさんの素敵なことを見つけてたくさんの素敵な思い出を作ったんだね。みんなも新しい場所へ行って新しい発見をしたいなって思ったかな。ウサギのタマウサはチリの大冒険から戻ってきたよ。楽しい思い出と一緒にたくさんのことを学んで帰ってきたんだ。タマウサはどんなところへも飛んでいけるんだね。明日はどこの国に行こうかな。また一緒に冒険しようね。このチャンネルでは大人気タマウサの世界の旅シリーズをはじめ子供の成長に役立つ絵本を毎日配信中。タマウサとお友達になって楽しくお勉強しようね。そしてまだチャンネル登録してないお友達はすぐに登録、いいねでタマウサを応援しよう。またね。